ストリームライナーは1948年から1949年にかけてセントルイスカーカンパニーがイリノイターミナル鉄道のために製造した流線型の電車である。これらの車両は運用開始当初の1940年代後半から1950年代中盤にかけてミズーリ州のセントルイスからイリノイ州のピオリアの間で運用されていた。 これらの車両はアメリカにおいて最後に製造されたインターアーバンの車両となった。3編成すべてがセントルイスカーカンパニーによって製造された。3両でそれぞれの機器が構成されている。車両は溝付きのアルミニウムで製造され、ロイヤルブルーに塗装されていた。それぞれの車両が独立した出力1 0 0ットの電動機を搭載していた。 最高速度は時速1 3 0トルだった。ストリームライナーは、入りのいたーミナル鉄道が失った旅客を取り戻す最後の取り組みの代表例であり、1918年以来発となる自社発注による新型の旅客用電車であった。入りのいたーミナル鉄道は1947年から新しい流線型車両の登場をほのめかしていたが、1948年5月まで、 発注したことを公表しなかった。当初の計画では3編成すべてをセントルイスとピオリアの間で運用することとなっていた。最初の車両は1948年11月7日から運用されたミズーリ州のセントルイスとイリノイ州のディケーターの間を結ぶシティオブディケーターである。これはイリノイターミナル鉄道がこれら2つの都市を結ぶ 列車としては初めて運転したものである。1950年5月までに3編成すべての運用が開始された。残りの2編成は、フォートクリーブコート、マウンド式で、当初の計画通り、セントルイスとピオリアの間で運用された。すべての編成で、パーラーカーと食堂車が連結された。この2編成は4時間40分で走破し、 従来この路線を走っていたその他のインターアーバン電車より40分も早かった。利用客金賞により入りのいたアーミナル鉄道は1950年8月にシティオブディケーターを引退させることになった。車両はペリオア方面の列車に転用された。新しい運行は会社が1947年当初に選定したものであったサンガモンと名付けられた。 三編成すべてが1956年のイリノイターミナル鉄道の旅客営業終了に伴い引退した。ありがとうございます。